詳しく読まない。どうもデュアです。今回は留学1年間の英語力の変化と伸びたタイミング3つについて紹介しようと思います。僕は現在オーストラリアの大学院に留学して約1年が経ちましたが、この留学生活正直過酷でした。特に留学当初は授業はついていけないわ、友達はできないわ、そもそも英語喋れないわで、もう絶望が止まりませんでした。しかしこんなんでへこたれてたまるけという田舎っぺ根性で、この1年間ひたすら英語学習に励みまして、結果的になんとか首の皮1枚で大学院生活を生き延びることができました。で、今回の留学中、僕はスピーキング力を高めるためにカメラに向かって一人悲しく英語を喋る、通称一人ごと英会話を365日毎日続けてきまして、なんと留学初日から1年後までの記録がバチコリ残ってるんですよ。さらにそれと並行して英語学習でぶつかった壁や、それをどう乗り越えたかの成長過程を記した、通称ロードオブ英語もずっと書いてきまして、この中に英語力がぐっと伸びるブレイクスルーの経験もバチコリ記されてるので、今回はこれらを使って僕の留学初日と1年後の英語力の変化と、僕の英語力がブレイクスルーしたタイミング3つを紹介しようと思います。まずここからは僕の留学初日と1年後の英語力を大公開していきます。今からお見せするのが記念すべき第1回目、2019年7月8日の独り言英会話です。どうぞ。 Hi, I'm Liu. It's the first time to the start at this the voice message and diary. So, yep, that's it.一つを言わせてください。俺もうちょい喋れた。これはちょっと留学初日でちょっとなんか緊張してたりとかして、結局頭が真っ白になっちゃった。まあでも皆さんお分かりのように、留学当初の僕の英語力は一言で言うとクソでした。どれくらいクソだったかというと、留学初日にサブウェイに行ったら店員さんに全く英語が伝わらなくて、結局14種類のソースが全部かかったよくわからん味のバゲットが出てきてしまうくらいボッコボコの英語力でしたね。結局留学当初は、日本で俺は何をやってきたんだろうと放心状態になりながら、その現実が受け入れられずずっと部屋に引きこもってましたね。それから白目ひんむいて英語学習を始めて早1年。これからお見せするのが留学365日目、2020年7月8日の動画ですね。1年間カメラに向かって喋り続けた結果がこちらです。What happened to me was like, 1 month ago, I was playing football really excited, like, then boom, I crashed into another player, I mean head on, then my jaw was broken. But at the time the accident happened, I didn't know what's going on with my jaw at all, but I felt something wrong with it here, then I touch it here like this softly, then I read it up.My job was gone, my! ちょっと最後のよくわかんないですが、結果的には留学1年間で顎の話はできるようになりました。しかし実際このレベルは全然まだまだです。ネイティブをジョークで笑わせるとか、会話の中で主導権を握ったりするのはやっぱ難しくて、留学前に思い描いていたペラペラ像にはまだまだ時間がかかりそうだなっていうのが正直なところです。でもまあ一応なんとか海外で生き延びられるくらいにはなったので、記念としてこの今の英語レベルに名前を贈呈するならば、首の皮1枚アットマーク海外顎の話ができるレベルって感じっすね。ではここからは留学中に英語力がぐっと伸びたタイミング3つを紹介しようと思います。結論から言うと、英語のブレイクスルーを感じたのは3ヶ月、11ヶ月、12ヶ月で、この全てのタイミングでとある出来事が起きています。もちろんその間で英語力が伸び悩んだり、時には英語力が下がったと感じてメンタルがぶち壊れたこともあるので、それらも踏まえてストーリー形式で紹介していきます。では行きましょう。まず初めて英語力の伸びを感じたのは留学3ヶ月目。それは僕がオーストラリア全国大学サッカー選手権という大会に出場した時に訪れ大会当初は僕以外全員オージーというバッキバキのネイティブ環境に打ちひしがれ、正直大会初日で帰りたくなるほどきつかったのですが、大会期間中トーナメントを勝ち進めるにつれチームメイトともどんどん仲良くなり、大会最終日にはなんと拙い英語でギリギリコミュニケーションが取れてる自分がいたんですよね。留学当初はコミュニケーションすら成り立たないことが多々あったので、人間と意思疎通している自分に気づいた時には思わずテンション上がりましたね。もちろんサッカーという共通の話題があったのもそうだし、みんなの輪に入ると途端に地蔵と化すなど、英語が喋れる状態とはほど遠かったですが、初めて自分の英語力の成長に手応えを感じた瞬間でしたね。大会終了後、僕はこれから爆速でペラペラになってやるとウキウキしながら毎日を生活してたんですが、留学6ヶ月が過ぎたある日、僕はある事件によって自分の英語力が想像以上に雑魚かったという現実を目の当たりにします。これは僕がフレンチアイランドというほぼ無人島みたいな島で友達とキャンプをした時の話なんですが、このキャンプは僕がイメージしてたキャンプとは大きく違って、食料はパンと缶詰、お風呂ももちろんなく、毎日大量のハエと野生動物の恐怖に怯えながら過ごすという、もはや1ヶ月ゼロ円生活 in オーストラリアで、その最終日にバイクで島横断チャレンジをしたのですが、その道中でメンバーの一人のタイヤが盛大にぶっ壊れ、人影もない島の真ん中で大遭難。辺りも暗くなってきて動物の動き出す音が聞こえたりと、もう絶対絶命、このままじゃヤバいぞとライターの火を囲ってメンバー全員で作戦会議をしたのですが、その話し合いに僕一
1ミリも参加できなかったんですよね。というのも緊急事態なので僕なりに必死に解決策を考えて案を出そうとしたんですが、僕が話すたびに会話が止まってしまうみたいな状態が相次いで、メンバーの僕に対するイライラとかみるみるうちに上がってくんですよ。で結局僕の案は全てボツ。全くの役立たずで周りに呆れられるわ、英語力の低さがもろに露呈するわで、もう絶望が止まりませんでした。結果的になんとか拠点に戻ることができ、その後フッツクネに帰還しましたが、その出来事が辛すぎてもう無人島に取り残された方がマシだったのではとかずっと考えてクソほど病んでましたね。しかしこのままじゃ終われねえなと再奮起し、僕は英語力向上委員会を設立。その結果僕は自分の英語力が想像以上に薄いということに気がつきました。今まで僕は日常会話できるようになると日常で使えるフレーズやボキャブラリーをせっせと増やしてたんですが、日常会話という括りがあまりにもデカすぎるということに僕は全く気づかず、頑張ってるようで実はずっと雲をつかむような勉強をしてしまってたんです。結果として中身のない表面的な英語力しか身につかず、結局薄っぺらい会話で意見も言えないペーパーマリオになっちゃってたんです。そこで僕は自分の英語力を深めるためにはどうすればいいかの資料を重ね、その結果シチュエーション別の英語力を高めようという結論に至りました。これどういうことかっていうと、あまりにもデカすぎる日常会話を細かく分解してシチュエーション別に分け、その状況に応じて使える文章やフレーズを身につけていこうって感じですね。で僕が実際にやってたのは、1日5軒くらいカフェをはしごして、おすすめのコーヒーありますかと毎回店員さんに話しかけ、あらかじめ準備してた文章を使ってコミュニケーションを取ったり、サッカーの練習中にお前とサッカーできて嬉しいよとチームメイト全員に言って、その人のプレースタイルを褒めまくるみたいなことをしてましたね。でこれの何がいいかというと、コーヒーの話で使った文章は単語を入れ替えるだけで他の話題を話す時にも使えちゃうって話っすね。シチュエーション別で絞るっていうのは狭いようで実は英語上達の近道だったんだという気づきは僕の中ではかなり大きかったです。しかしそれに気づいてテンションが上がっていたのもつかの間、コロナウイルスの影響でロックダウンが始まり、カフェやサッカーどころか一人会えなくなってしまったので、その間は仕方なく独り言でシチュエーションを想定しながらカメラに向かってずっと喋ってましたね。それを続けて4ヶ月、留学11ヶ月目についにブレイクスルー第2波が到来します。ロックダウンが段階的に解除されて、久しぶりに友達と話した時に僕めちゃくちゃ喋れたんですよね。感覚的に言うと、自分が思ったことをちゃんと相手に伝えられるようになったってイメージですね。今までの薄っぺらい会話ではなく、自分の意見を交えながらの会話ができるようになり、そこから一気に英語を話すのが楽しかったんです。個人的にはあのキャラな引きこもり期間の伸びがすごいなって感じてて、これ日本でも続けられるやんと結構テンション上がってましたね。そしてラスト1ヶ月、ガンガン話してブーストかけてると意気込んでいたその時、ロックダウン後に再開したサッカーの試合中、僕は盛大に顎を骨折し、顎にボルトが12本ぶち込まれるという大手術を受けることに。手術後は顎がパンパンに腫れ、あまりの激痛で食べるのはおろか喋るのもやっとの状態で、ラスト1ヶ月でガンガン喋って英語上達させたかったのにと、この時は正直メンタル崩壊と思いきや、ここで第3次ブレイクスルーが起こります。僕は病院に搬送される途中、医師に顎の状態をこと細かに聞かれたんですが、この時になんか知らんけど口からぼかした英語が出てきて、めちゃくちゃスムーズにコミュニケーション取れたんですよね。今までは人と話す時に発音大丈夫かな、文法間違ってないかなとか気にしてる自分がいたんですが、もう顎骨折してる分際でそんなこと言ってる場合じゃないので、発音がお粗末でも文法がめちゃくちゃでもとにかく伝える努力をしたんです。すると相手には意外と伝わるもんで、もちろん何度も聞き返されたりはしましたが、しっかりコミュニケーションが取れたんです。その時僕は、あ、コミュニケーションって相手に伝えることなんだなってことにやっと気づいたんですね。それに気づいてから人と話す時に文法や発音はそこまで気にせず相手に伝えることを意識するようになって、それからさらに人との会話がスムーズになって今に至るって感じですね。こんな感じでした。で最後に僕の夢の話していいっすか。そもそも僕がなぜオーストラリアに留学したかというと、僕には将来日本一のサッカー通訳になるという夢があるからです。それも踏まえてプロチームでサッカーの研究ができる、かつ自分もサッカーができる環境があるオーストラリアが一番自分の夢に近づける道だったので、今回の留学を決めたという経緯があります。まだ僕の夢は始まったばかりで、英語力に関しても人と人との心をつなぐ通訳として活躍するには全くもって足りません。なので今回の留学が終わった後も、一英語学習者として夢を叶えるために全力を尽くしていく所存です。また僕は人よりも失敗の数が桁違いに多いし、これからもたくさん失敗していくと思うので、その経験から学んだことをこれからもリアルタイムで動画にして、少しでも皆さんの英語学習でやる気が上がったりためになったと思ってもらえるようなチャンネルにしていければなと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。